NHK をぶっ壊すって小学校で大流行りらしいですよ。はい、哲也です。今日はね、丸山穂高議員の N 国と入党の意義について考えてみたいと思います。まあ、先日ですね、ついにあの丸山穂高議員ね、例のあの北方領土は戦争でもしないと取り戻せないんじゃないですかみたいな発言をして大問題になった人ですよね。うん、まあそれ以外にはまああの酒によってね、なんかいろいろあの女がどうのこうの言ってたという噂の人ですけれども、まあね、あの丸山議員っていう人はね、あのまあ酒癖は確かに悪いようですね。いろんなあの噂が流れてる噂から判断すると。まあしかしあの国会質問なんかはね、結構あのいい質問をしてたんでね、僕はあのある意味で勝ってる部分もある、まあ、議員なんですよね。で今度 N 国と、まあ、NHK から国民を守る党ですかね、うん、の立花孝志さんとね、一緒に NHK 改革をやっていこうということで、意気投合してですね、 N 国党に入党して頑張っていこうということですね。まあ、これ自体は僕はね、非常にいいことじゃないかなと思うんですよね。まあ、NHK の今問題はですね、国民からまあ莫大なお金をね、徴収して、しかもそれはですね、任意じゃなくて強制的にですね、まあ、見る人も見ない人もね、普通商品ってなんかあのサービス受けたら払うじゃないですか。 NHK の場合は受けなくてもね、徴収するという、 NHK 見たくありません、見てませんと言っても払わなきゃいけないというね、これちょっといびつですよね。しかもあの社員のね、平均給与が、福祉などいろいろと1700万から1800万年間ね、それから役員は3000数百万で、まあ、総理大臣より高いとかね、内部留保的な金もたくさんふんだんに持ってるとか、いろいろ言われてます。そしてですね、今度はあのインターネット上のね、放送に対しても課金する、つまりスマホ持ってれば課金されるみたいなね、そういった動きが強まってますよね。まあ、そういう意味でNHK はね、やっぱり、改革しなきゃいけません。それだけじゃなくて、まあ、最近はですね、よく言われてるのは、偏向報道ですね。どちらかというとね、反日的な報道が散見されるというね、ことなんですよね。僕も時々見て、ちょっとこれ反日的だなと思うことは少なくないですよ。まあ、いろんな意味で、だから NHK は改革した方がいいと思います。まあ、それがスクランブル放送化なのかね、あるいは完全な国営放送にするのか、税金でね。あるいはこれ足立議員が言ってたのかな、足立康史議員って維新にいるじゃないですか、あの議員が言ってたのは、まあスクランブル化なんかせずにですね、民放化すると、一部ね、で一部は半分民放化半分公共放送化するというような考え方ですね。まあいろんな考え方があって、それぞれ一長一短あるんでしょうけれども、いずれにしても改革した方がいいじゃないですか。でそのためにやっぱ丸山議員が入ったということはね、衆議院議員が一人参戦できたということですね。それから参議院議員は、まあ、立花孝志さんがいらっしゃるわけですね。双方にね、仲間の議員に声かけていけば一定の勢力にはなってくるんじゃないかなと、それなりに発言力が出てくるんじゃないかなというふうに思います。私自身はもう NHK はやっぱり改革した方がいいと思ってるんでね、この二人に中核となってね、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。まあ、聞くところによりますとね、 NHK をぶっ壊すっていうのがね、小学校で大流行りらしいですよ。今はワンイッシューですけどね、将来的には NHK の改革がですね、うまくいけばもっとね、別の改革もどんどんやっていっていただきたいなというふうに思うんですね。そしたらその時はね、党名をね、日本国益党とかね、そういうちょっともうちょっとあのなんかワンイッシューじゃない雰囲気の党名に変えてもですね、僕はあの文句は言わないつもりでございます。ぜひこれが一つの大きなうねりになるように祈っています。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。目覚めよ日本人、よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。